ットボールファンの皆さん、こんにちは。各チーム高みを目指して激しい戦いが展開しています。今日のゲームも見どころの多いマッチになりそうです。この時間はジェノバ対イングランド、こちらの一戦をお楽しみいただきます。スタンドに詰めかけたサポーターの声援を受け、両チーム今日のゲームを戦います。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ボール、もう一回ボールを追います。クリスティアーノ・ロナウドからアレクサンダー・アーノルド、ジェノバはここクリアで難を逃れます。アレクサンダー・アーノルドからメッシー、ベッカムからヘーネス、シュートー、シュマイケル、シュートストップ見せてくれました。よく止めましたよね。難しいボールでしたけどもね。いやー、よく止めましたよね。ジェノバは今のカウンターよくしのいだと言っていいんでしょうね。頭、ここは大きくクリア、危ないシーンでした。いや、決定的でしたね。体を張ってゴールを守る素晴らしいディフェンスでしたね。さあカウンターだ。さあデニス・ロー、シュートに行くのだ。シュート、おっと押し込むか。これはオフサイド。前半16分です。さあ前半中盤に差し掛かる時間帯、スコアは0対0です。さあ今日はエリクセンのプレーに注目です。やはり中盤での存在感大きいですよね。はい、戦術眼とパスの質が本当に高いですからね。そして90分走り抜けるあの運動量ですよね。はい、2022年9月、ライバルとの一戦で見せたプレーもその運動量と戦術眼を象徴するようなプレーでした。はい、スルーパスに抜け出して冷静にアシストしてましたからね。はい、後半の残り15分というところでしっかりスプリントできるのはさすがですよね。はい、3対1の勝利に大きく貢献するわけなんですが、エリクセンの献身性があってこそですよね。今日のゲームでも見せてもらいましょう。柔らかいパス、ベッカムからロベルト・カルロス、抜けてくる、ロベルト・カルロス上げる、ここはディフェンスの対応。ここにメッシー、ここは抜かせません。メッシーマッチアップのシーン、クリアです。さあカウンタースピードを上げたいところ、サイドへ、ロベルト・カルロスへ、シュート、イングランド、ロベルト・カルロス素晴らしいドリブルからのフィニッシュでした。そうですね、やっぱりドリブルでの崩しはシンプルですけどゴールの確率は高まりますよね。まあそうは言っても簡単にできるプレーじゃないですよね。素晴らしいゴールでした。さあイングランド先制、1対0です。先制に成功したのでここからのプランをどうするかですよね。はい、さらに畳みかけるのか、一回落ち着いてリズムを作っていくのか、時間帯も見ながらの判断が必要ですよね。なるほど。パーマースペースに出す、いけるか、ここはオフサイドありません。シュマイケル、こぼれた。ヘーネス、さあロナウド、スルーパスを出す、来た、これは旗が上がっています、オフサイドです。そして今前半終了の笛が吹かれました。前半終え1対0。さあまずは前半が終わりました。ジェノバとしては攻守のバランスを取りながら試合を進めてたんですけど、終盤で一瞬の隙を突かれましたね。ただまだ1点差ですからそれほど慌てることはないと思いますけどね。ジェノバ対イングランド、では引き続き試合をお楽しみください。
Substitution on the field. Number 11, Ericsson. Number 13. 後半参りましょう。ジェノバとしてはまだ1点のビハインドなので慌てなくてもいいですよね。この立ち上がりでしっかり自分たちのペースをつかみたいですよね。はい、そうですね。これ狙う。アレクサンダー・アーノルドと呼んでいた。カカ、シュート来た、追加点、イングランド。これで差は2ゴールになりました。中盤で奪ってからのカウンター決めてきましたね。これは積極的な守備が効きましたよね。そこからシュートまでの流れも素晴らしかったですよね。さあイングランド、さらに1点を追加し2対0としています。イングランドとしてはイメージ通りの展開じゃないですかね、はい、これで余裕を持ってプレーできますし、チームにとっても重要なゴールになったんじゃないですかね。このまま無失点でいきたいところですよね。はい、そうですね。イングランド、カウンターを仕掛けます。細かくパスをつないで攻め込んでいきます。ここまでご覧になっていかがですか、北澤さん。ジェノバとしては点差と時間帯、これはあまり意識しない方がいいでしょうね。まずは自分たちのサッカーができているかどうか、ここがポイントになってきますよね。あー、これファール、取らないですか、レフリー。スペースを狙う。ロベルト・カルロスが受ける。自分で行く。ここはちょっと強引か。デブライネ、さあ一気にカウンター、うまいですね。スペースを使う。岡崎からフリット、ヘディング、おライカール。危ないシーンでしたが、ここはクリアの対応。体を張ります。いいでしょ、ポジション切り替え。裏を狙う。いいボール入りますよ。守備陣クリアの対応です。モドリッチ、さあ左サイドへ、裏へ届くか。ディフェンス、これを読んでいた。来たぞ。インターセプトを狙う。セカンドボール拾いたい。さあフリーだ。マルディーニ、ここはカットします。岡崎、おいい形ですよ。柔らかいボール、ここで笛です。2対0。このゲームは惜しくも敗戦、残念な結果となってしまいました。